タイトルホルダー賞。人生で初めて買った馬券がこのタイトルホルダーの馬券。これから有馬記念予想の詳細を話していきます。有馬記念の予想は3本立てです。まず1つ目、タイトルホルダーは菊花賞で1位になってること。10月に行われた菊花賞 3000m の長距離レースでタイトルホルダーは1位になってます。有馬記念3番人気のステラベローチを破って勝利してるんだよね。だからステラにはタイトルホルダー勝つでしょ。次に2つ目、有馬記念は 2500m であること。1番人気のエフフォーリアは実は 2000m よりも長いレースで1着になったことが一度もない。実績を見る限りは長距離馬というよりかは中距離馬なんだよね。有馬記念は 2500m の長距離レースだからエフフォーリアにとって得意なレースというわけではないというか長い。でもタイトルホルダーは超長距離の 3000m の菊花賞で勝ってますから、しかも逃げ切って勝った。だから 2500m の有馬記念では負ける要素がねえな。次に3つ目、有馬記念を連覇した馬は15年以上出てきていない。有馬記念2番人気のクロノジェネシスは去年勝利しています。クロノジェネシス素晴らしい馬ですが、今年の有馬記念で引退を発表しており、実力はちょっと下降気味かな。その点タイトルホルダーは3歳馬でまだまだ若い。以上を踏まえて有馬記念はタイトルホルダーだと僕は予想しました。唯一懸念があるとすれば、タイトルホルダーは大外の16番であること。過去23頭が出走して誰も1位になってないどころか誰も3着以内になったことのない鬼門中の鬼門なんだよね。だけど歴史を変える瞬間をタイトルホルダーが作ると僕は予想していますよ。